うもごきげんよう、霊夢だよ。ごきげんだぜだぜ、マリサだぜ。いい加減ホラゲに私呼ぶのやめてくれない？リブンですん。なんか早速始まってますな。ゲーム起動したら早速ムービーなのですん。ゆっくりじっくり見ていきましょう。いきなり不穏な雰囲気だよ。最初からクライマックスなんて展開、勘弁だよ。おや、このゴブリンのような風貌の男は何してるのぜ。どう思う派か？でも掘ってるっぽい。立ち去っていったね。もしかして墓荒らしかなんかかな？え、なんか埋まってない。人の手足が見えまする。さっきの男、もしかして人を殺して埋めたですん。うわぁ、かわいそうに。さっきのやつは殺人犯なんだね。おや、この字幕は？これが本ゲームのタイトルになりますん。I'm always watching you too になりますん。もしかして2作目なのか？多分そうじゃないでしょうかね。多分探せば1作目も出てくるんでしょうが、最近配信されたばかりのこいつを優先して実況しますよん。ずっと埋まった人の手が映ってるんですけど、どうにかならないの？そういう演出なのぜリブル。このシーンが終わるまで映り続けるのぜ。あ、場面移り変わった。ここはどこですん？主人公の自宅じゃないかな？あ、翻訳よろだぜ。夢を見ていた。私の悪夢。気にしないで仕事に行くか。ということは、ここは主人公の自宅なのね。どうやら動かせるようになったようですん。では仕事に向かいましょう。オープニングの人が埋められてたシーンは主人公が見た悪夢か。ただの悪夢で終わればいいんだけどね。リブル、そんなことないじゃない。これはホラゲなのよん。大抵怪奇現象が起こるとか、まさ夢になるなどするのですん。だから今回も覚悟して見ているですん。うわん。怖いよ。どうやら今は朝のようだな。現時点でホラーな要素はほぼないぜ。安心して見れますな、リグルさんよ。な。なんか見えない壁に阻まれてる。早速変な怪奇現象起こってるよ。それ怪奇現象ちゃいますん。ただの仕様ですん。プレイヤーが迷うことがないようにあえて行動範囲を制限してるだけなのぜ。全くもってビビるようなところではないのぜ。へぇ、そうなの？ほらほら、この朝早い時間帯のお空でも眺めて心を癒すのですよん。ただ職場に行って仕事をして、その日一日を乗り切ったら家に帰る。もしかしたらそれだけでゲーム終わるかもしれない。いやほらげでそれはないでしょ。とりあえず適当に外ほっつき歩いてるんだけどさ。私の進んでる方向、これで合ってるのかしらね。さあわからんぜ。なんかこの辺りも見えない壁に阻まれてるわね。一体職場はどこなのん？もしかして透明の塗り壁とかいるんじゃ。ここ多分日本じゃないから、塗り壁とかいう妖怪いないんじゃね？わら。あ、適当に建物調べたら入れましたよん。ほうほう、ここが職場だったか。自宅から歩いて1分程度しかかからない距離にあるんだね。すごく通勤楽そう。しかも頭が痛いからって理由で簡単に早退とかさせてもらえる環境なのね。日本でそれやったら、みんな頑張ってるんだから。みたいな圧力かけられて規定時間以上働かされるよね。きっと新型コロナか何かなのぜ。感染拡大を防ぐためにある程度働いたら早退するのぜ。それだったら自宅から出ちゃいけないでしょ。どこ調べればいいですん？あ、適当に机調べたらイベント進んだですん。もうちょっとマシな翻訳できないのか、わら。それはウプ主さんに言ってくださいぬ。私が翻訳してるわけではないぬ。霊夢さんが翻訳したのって一番最初だけだね。それはそれで非常に楽ちんなのですん。ゲームに集中できて何よりぬ。とりあえず電気消しに行けばいいっぽいわね。っていうか謎のガラス、で仕切られててわかりにくいわね。そっちから行けそうだな。スイッチらしきものがあるよ。ポチッとなするでんぬ。あ、もう家帰れるですん。3時間勤務して早退だぜ。真っ昼間に帰ってさっさと自宅療養なのぜ。もしかして家に帰ったらまた悪夢とか見るんじゃ。何言ってんのリブル。もう現時点でいろいろおかしくない？職場に誰も人いないし、勝手に電気ついたりしてるぬ。っていうか、3時間しか経ってないはずなのに、もう夕方ぬ。これはもしや、主人公は最初から悪夢を見てる説が有力だな。いやいや、もしかしたら冒頭で会社出勤した時点で夕方近かったんじゃない？まあその可能性も否定はできないかもしれないけど、普通そんな時間から出勤することありますかね？特殊な時間帯から勤務する形態の仕事かもぜ。
主人公はどうやらテレビを見たいようですん。早速テレビつけましょう。面白い番組見るのぜ。疲れてるんならそのまま寝たで。ちょ、まさかのリサさんご登場ぬ。な。なんかすごい血の出方してるぜ。それだけじゃないよ。壁からものすごい数の手が生えてるよ。なんだろう。結構チープで楽に笑えてくるかも。フリーホラゲにクオリティを求めてはいけないのぜ。なんで二人ともそんなに平気なんだよ。こっちは気絶寸前だったのに。え、リグルが気絶寸前。あのリグルがか。よくやったじゃないか。ちゃんとホラー耐性ついてきてるのぜ。ホラー耐性なんてどうでもいいから、もう帰らせて。途中で帰れるわけないでしょうが、これはあんたにホラー耐性を身につけさせることも考慮したゲーム実況なのですん。リグルはしっかりと進化してるのぜ。きっとそのうち、ちょっとしたイベントや脅かしなどで気絶することなんかなくなるはずだぜ。だからそんなの身につけたいと思わないですん。怖い思いするようなことはしたくないですん。っていうか、10年前死んだはずの親父さんから手紙来てるってどういうことなの？やっぱりこのゲーム、最初から何かおかしいの。っていうか親父さん殺したの主人公なの。どうやら主人公の親父さん、精神的に色々おかしくて、主人公とその娘を殺そうとしてたらしいわね。で、結果的に主人公の娘さんだけが親父にどこかへ連れて行かれてしまったということのようだな。最後は娘を守るために父親を刺し殺したんだね。エミリーというのが主人公の娘さんの名前かな？まだ遺体が見つかってないようですん。今から探しにでも行く感じなのかな？そんなこと言っても、もう10年前の話なのぜ。そんな都合よく生きている娘と会える気なんてしないのぜ。もしかして今見ている悪夢、10年前に殺したはずの父親の怨念が。その可能性はあるわね。でも主人公はこれから真相を確かめに行かないといけないぬ。確かめると言っても、どうするんだろうな。さあわかんないですん。っていうか、こんな場所に車なんて止まってたっけ？なかったと思うぜ。まさか10年前に殺して埋めたはずの親父さんの車。じゃないみたいだぜ。普通に乗れたのぜ。どうやら真相を確かめに車でどこかに行くみたいね。話の流れから察するに、娘がいなくなった自宅かな？まさか娘さん、主人公が助けてくれなかったからといって、逆恨みとかしてないよね？娘からしたら、気の狂った祖父に無理やり連れ去られて、誰にも助けてもらえず殺されたかもなのぜ。どうしてお父さん助けに来てくれなかったの？とか言って化けて出るパターンあるかもよ。10年前はきっとどうしようもなかったんだよ。っていうかさっきの音なん。なんかどっかのドキュンが瓶を車に投げつけてきたっぽいん。くっそ迷惑だな。主人公、そこは瓶を投げつけてきたクソ野郎に制裁を与えるべきよん。ただでさえ親父さん殺してるのに、さらに犯罪に手を染めてどうすんの。もう一人やっちゃってるんだから、もう一人やったところで変わんないでしょ。さらっと最後発言すんなよ霊夢、わら。どうやら10年前いた自宅に戻ってきたようだね。周りには何かあるかな？真っ暗でよく見えないな。なんかこれ以上近づけないんですがね。また見えない壁か、わらわら。家に入らなきゃいけないと思うんだけど、あ、ここから上がれた。地味にわかりにくいな。その微妙な段差からしか上がれないんだね。まあ細かいことは気にしないで、かつての自宅に入っていきますよん。一回手放した家だろ、もう誰か住んでたりしないのかな。そういう細かいことは考えなくて結構。まあ確かにそうだな、わら。な、何も起こらないよね。うわぁ。誰かいるんだけど。エミリーですん。近づいてみたらどうなるぜ。これ以上近づけまてん。なんでそんな平気で近づけるの？絶対なんかおかしいでしょう。消えた。まさかこれは殺した親父の声。いつもお前を見ている。え？ちょ、このタイミングで友人からスカイプ着信ぬ。このミス何回目なんだぜ霊夢。多分3回目くらいぬ。学習しろ。スカイプくらい実況前に切っておくのぜ。なんか変な切り刻む音がした後に終わったみたい。主人公、もしかして殺されちゃったんかな？バッドエンドかもな。でも最後の最後でウプ主さんの友人からの横槍が飛んできたので、怖さ半減してよかったかも。本当なら撮影し直すとこだけど、今回はリグルちゃん頑張ったから許してあげるわね。今回は気絶しなかったのぜ。確実に最強のリグルへと近づいているのぜ。最強のリグルって何なのですん。もう怖いから、ホラゲは勘弁してほしいのですん。気が向いたらまた呼ぶからねリグルちゃん。楽しみにしておくのぜ。もういや。
というわけで最後の最後でグダグダになっちゃいましたが、以上で本ゲームの実況を終了します。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとねー。I'm always watching you.